169ヤード、パー3です。これからカウントバックが大事なホールになってきます。さあ、ドローがかかりきるか。グリーン右にオンしました。なんかめっちゃ乗る。あ、乗ってる。乗ってるけどちょい乗ってる。ピンに向かってまっすぐ飛んでいってます。ナイスオン。これもピンに向かってまっすぐ飛んでいます。ナイスオン。ナイスオン。なんかポーポしてからめっちゃ怖い。難しい16番のパー3、このホールは上につけるとパーを狙うしかありません。竹谷選手バーディーパットです。さあ距離合わせられるか。いい感じで来てます。いい感じで来てます。惜しい。ナイスタッチ。パーは確実です。松原選手は竹谷選手のラインを見ているので曲がり具合は分かっていますし、スピードもある程度分かっていると思います。さあどうでしょう。ナイスタッチ。佐久間夏美選手、強烈な下りフックラインです。16番はグリーンが非常に難しく、興味のようにピンが手前だとバーディーを取れるエリアがすごく少なくなってしまいます。ナイスパー。さあいよいよ17番パー5にやってきました。16番17番18番とかなり難易度が上がっています。リンゴルフのトーナメントはカウントバックなので、この3ホールのスコアが非常に重要になってきます。このホールは第1打の飛距離と、第2打目をどこに、プレイスメントするかというところが非常に大事になってきて、1打目、2打目、3打目、すべて水絡みのショットになります。私じゃない。ん？私か。うん。カウントバック大事だからね、頑張ってね。おお、ナイスショー。フェアウェイ左、うん、ちょっとラフに入ってしまいました。よいしょ。17番パー5、2打目です。この地点からだとレイアップになります。前方に端が見えますが、端まで約220ヤード。180ヤード程度のレイアップが必要です。ナイスショー。ナイスレイアップ。
大将。ここからレイアップにするようです。松原選手ナイスレイアップ。はい、行ってます。追い風のサードショットです。まっすぐピンの右、ナイスショー、バーディーチャンスです。さあレイアップしての第3打。130ヤード程度でしょうか。ピン左、ナイスショー。ほとんど同じ位置から。佐久間敦美選手、重要な一打になります。さあドローがかかるか。ナイスオン。見事に3名とも3オンしています。真宙選手からかなり下りのパットになります。ナイスタッチ、ナイスパー。佐久間敦美選手にとってはカウントバックがあるのでぜひともねじ込みたいパットです。ガイドフックライン読み切れるか。またいでもいいですか。うん、ナイスパー。松原選手上りのフックライン、3人の中で一番簡単なラインです。ちょっと打ち切れなかった。スティンプメーター 8.8 フィートはかなり遅いのでアジャストするのが大変です。エスパー。最終18番にやってきました。今日は395ヤード上りですので420ヤードぐらいある感じのパー4になってます。非常に難しく、パーを取る選手は4割以下じゃないかと思います。ですのでここでバーディーパーを取るとカウントバック的には非常に有利になります。大事な18番ティーショット、フェアウェイ右、フェアウェイはキープです。2打目はかなり距離を残しています。かなりナイスショットです。ちょっとラフに入ってしまったかもしれません。ナイスショー、フェアウェイと真ん中。さあ18番パー4第2打、残り180ヤードプラス上りで190は最低打なくてはいけません。綺麗に
ってピンの左側。んナイスオンです。ありがとう。ナイスオン。ちょっと左に、左10ヤードラフに行ってしまいました。ピンに向かって飛んでます。距離はナイスショットでした。ナイスショット。第3打、約30ヤードのアプローチです。ちょっと待ってね。はい。お、よさげのアプローチショット入るか入るか。あ、惜しい。さあ、夏美選手カウントバックバーディーです。絶対にねじ込みたいところです。どうか、いい感じで来てますが、どうか、入るか。おお、入った。カウントバックバーディー、カウントバックの女王。素晴らしい。これは大きい。だからもう優勝したみたいな。全然優勝じゃないんだけど。ナイス。ナイスパーセーブ。さあ最後は、最後バーディーで締めることができるか。1メートル強のパットです。惜しい。ナイスパー。お疲れ様でした。お疲れ様でした。見事なカウントバック18番ホールバーディーで締めくくりました夏美選手。